こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。今日はですね、先日私がですね、高熱が出まして、実に39度5分まで上がりました。約2週間ぐらい前の話なんですが、なので実はこの2週間はですね、新しい動画ちょっと撮影できてなくて、昔の総集編という形でちょっとお出しさせていただいたってなんですよね。なので気づいてる方は気づいてるかなと思うんですよね。今もですね、実際僕ちょっと鼻声なんですよね。ものすごいもう2週間3週間弱ぐらい経過するんですが、まだまだちょっと不調が長引いている状態なので、一体何が起こっていて、どんな対策をして今に至るのかっていうところもですね、紹介していくとともに、実際の僕の体の状態っていうのは、実に、上咽頭炎がものすごくひどかった状態だったんですね。なので上咽頭炎がひどくなるとこんな症状も出るのかとか、実際こんな苦しみ僕ありましたみたいなところを、紹介していこうかなと思いますし、実際に体を張ってある薬を飲んでみましたので、そのね、効果のほども僕の体感になりますが、紹介していこうと思いますので、上咽頭炎のお困りの方もそうですし、喉の不調とか鼻の不調でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは行きましょう。はい、それではですね、2022年の5月の第2週ぐらいの時に、僕がですね、体の不調を感じ始めたんですね。でそれどんな不調かっていうと、まず喉がおかしいなとか、そういった形になってたんですが、そこでもうすぐ僕 PCR 受けたんですね。そしたら陰性が出てたので、まあ普通に家で仕事したりとかしてたんですが、ある日ですね、2日ぐらい経過した時、火曜日の時ですね、仕事が終わるとですね、なんかフラフラするなと思って熱を測ったら39度だったんですね。よく僕39度の中仕事できましたよね。まあ、自分で自分を褒めたいなと思うんですが、39度の熱が出て、そこから夜にかけて39度5分まで上がっていきました。いやー、これはコロナ来たなー、ついにやっちゃったなーっていう風に僕感じました、正直。まあ PCR 陰性が出たからといって、その 100% の結果ではないので、精度は7割ぐらいというふうに言われてるので、残りの3割に当たっちゃったなっていう風にちょっとまずいなと思っていたんですが、でその翌日かな、解熱剤で無理やり熱を下げて38度台ぐらいまで下げて、再度 PCR を受けたんですが、そこでまた再び陰性だったので、これはまあまあ大丈夫だったんだなっていう形で、まず安心はしました。ということは、コロナじゃなかったら、この症状は何だったのかっていうところなんですよね。で、症状をちょっとね、分析していくと、まず高熱ですよね。39度5分の高熱。そして、とてつもない倦怠感と寒気。まあ熱が出てるのは寒気出てます。あと、節々の痛み。あとは、喉の激痛。もうこれは半端じゃなく激痛でしたね。あと声枯れもそうですし、鼻水、鼻詰まり、そして後鼻漏、あとは何が出てたかな、あとめまいだ、めまいと吐き気。今何個になりました？11個ぐらい出てましたね。この症状が一気にドーンって押し寄せてきたんですね。いや、さすがに僕もですね、普段病気になったりすると、冷静に判断して分析して対処できるタイプなんですが、さすがにその症状が一気に来た時はちょっとパニックになりましたね。で、そこからちょっとずつ冷静に考えていくことによって、やっぱりこれは上咽頭炎の炎症だっていうところに至ったんですね。はい。じゃあなんでそう思ったかっていうと、まずですね、一番喉が痛かったのが、まあ喉痛いという感覚だったんですけど、実際に痛かったのは鼻と喉の間なんですね。これまさに上咽頭のとこです。上咽頭炎に悩んでる方はもうすぐわかると思うんですが、そこがものすごい状態でした。もう痛くて痛くて、喋らなくても痛いし、息吸っても痛いし、もちろん物を飲み込んでも痛いし、でそんな状態でいたんですが、ここでね、まあ僕熱が強くても全然寝れなかったんですよ、もう辛すぎて。で、何か薬を飲もうと思って、解熱剤飲むのはあんまりよろしくないんですよ。熱って出てることに意味があるので、下げてしまうと治りが遅くなったりするので、解熱剤はあまり飲まないようにして、で何をしたかっていうと、漢方薬をちょっと試してみたんです。漢方薬で、なんで薬を試したかっていうと、もともと上咽頭炎って効果のある薬がないっていう風に今世間ではなってるんですね。それこそ抗生物質も効かないし、ステロイドも効かないしっていう状況なんですね、上咽頭炎って。なので、それを自分で改めて確認しようみたいな感じにちょっと興味が出てきてしまって、あれですよ、めちゃくちゃ辛い時ですよ。もうフラフラでこんななってる時に、試してみようみたいな変態的な発想に至ったんですが、そこでね、試した2つの薬がこちらです。ダダン、こちらですね、見えますかね。まずこちら青っぽい方からいくと、これは小青龍湯ですね。はい。で、右側のやつですが、これは系外蓮華湯
系外連携投資ね。これ見てわかるように、左側の、こっち側の青い方の調整ルートは、鼻水とか、アレルギー性鼻炎に効きますと。で、こっちの方は、蓄膿症とか慢性鼻炎の方にっていう形で、ちょっとね、それぞれ、鼻という点においては一緒なんですが、症状がね、ちょっと違います。はい。で、僕がまず飲んでみたのはこっちなんですね。はい、これです。これはですね、調整ると結構効くっていうのは分かってました。アレルギー性鼻炎とか。ただ、この上咽頭炎の時に飲むとどうなるのかっていうところですよね。これはですね、見事に症状が悪化しました。なんで悪化したのか解説していくと、この調整ると飲むとですね、鼻水は止めてくれます。鼻水は止めてくれるんですが、後鼻炉は止まらないですし、逆にこれ鼻がね、詰まってくるんですよ。逆に鼻詰まってくるんですね。それによって、なかなか後鼻炉とか上咽頭で鼻の奥が腫れているのにかかわらず、もうさらに腫れてしまうともう呼吸ができないんですよね。なおかつ口の中が、まあこれってまあ粘液をすべて止める薬なので、唾液も出なくなってしまうので、口の中がパッサパサで、なおかつ痰が絡んで、もう窒息しそうで、もうやばいっていう風になってしまったのが、こちらの小生流糖です。なので、効果としては、鼻水を止めるっていうことに関しては、しっかりと効果が出てる漢方薬なんですが、こと、上咽頭炎の時とか、すごく高熱が出てる時は、やっぱり効かないんだなっていうのが納得しました。もともと分かってました。効かないんだろうな。効かないというか、僕の今の状態には適さないんだろうな。上咽頭には適さないんだろうなっていうのを分かってました。なので、あえて試した結果、やっぱりそうだよねっていう結果になりました。で、今度、こちらのですね、系外連携糖なんですが、これはですね、僕、上咽頭炎になると、大体、副鼻腔炎も併発してしまって、上咽頭炎の炎症が収まっても、副鼻腔炎だけが残り続けるっていう形になるんです。なので、僕、3週間弱経った今も、こんな風に鼻声なんですが、このね、蓄膿症の漢方を飲むことによって、鼻声とか治るかなとか、蓄膿症もいつもより早めに治ってくれるかなっていうのも、ちょっと検証してみました。その結果ですね、まあ、率直に言うと、あまり変わらなかったっていうところですね。はい。残念ながら。なおかつ、上咽頭炎がひどい時は、これを飲んで実際どうだったかっていうと、これも変わらなかったです。はい。別に熱が下がるわけでもないし、鼻の通りが良くなるわけでもないし、何か体が軽くなるわけでもないし、という形で、やはりちょっと上咽頭炎には効かないのかなっていう印象が僕の中でありました。なので、結論から言うとですね、上咽頭炎の炎症がひどい時に、飲める薬って本当にないんですよね。上咽頭炎の炎症が強い人はよくわかると思うんですが、もう動く気力もないし、物を考える元気もないし、本当に辛い状態だと思うんですよね。そんな中で効く薬がないっていうのは結構絶望的な気持ちになりました。僕としてはお医者さんに行ってみてもらっても効く薬ってないんですよね、全然。なので、本当に上咽頭炎で苦しんでる方の気持ちが再度確認できましたし、やはり僕自身これからもこの気持ちを忘れたくないなって気持ちがあるので、やっぱり上咽頭炎を治しちゃいけない立場の人なんだなっていうのは再度認識しました。やっぱり治してしまって、やった僕この方法で治りました、みんなもやってみてっていう感じの人が世の中に多いと思うんですが、僕はそうではなくて、僕自身が上咽頭炎を持ち続けることによって日々治療の進歩発展にも役に立ちますし、より上咽頭炎の方の気持ちに寄り添える人になれるんじゃないかなっていうふうに考えてますので、こういうふうにね、たまに上咽頭炎が爆発するとめちゃくちゃ辛いんですけど、なるべく自分で弱いレベルでコントロールして上咽頭炎というものを忘れないように、上咽頭炎で苦しんでいる方がね、常に頭の片隅にあるようにしておきたいなっていうふうに再度思いました。やっぱりですね、僕は本を出させていただいているだけあって、上咽頭炎に関する情熱って、まあ、ものすごいものがあるなと自分でも思いますので、これからもですね、登録者数も10万人いきましたし、もっともっと皆さんに上咽頭炎というものを伝えて、そしてそれから解放される人をね、一人でも多く作れるようにやっていこうかなと思ってます。はい、こんな感じでですね、今日は僕のすごく辛かった体験をですね、ちょっと実験を交えてお話をさせていただきました。少しでも役に立ったよとか安心したよって方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいと思います。それではまたお会いしましょう。